レオスタジアムは、太陽国のパトゥムターニー県タンヤブディ郡にある、球技専用スタジアムである。2010年に、タイでは、珍しい人工芝の競技場として設立された。収容人数は13,300人。2018年、天然芝に張り替えられ、国際試合に対応できる企画となった。収容人数は1114席。タイリーグ1に所属する、BG。 パトゥムユナイテッド FC が所有し、同クラブとタイリーグ4に所属するラパチャ FC がホームスタジアムとして使用している。ポート FC がホームゲームに使用したこともある。BG、パトゥムユナイテッド FC が出場する AFC、チャンピオンズリーグ2021、グループリーググループ F の集中開催会場の一つとなり、大会期間中の名称を パプムターニースタジアムとすることが報じられている。遊園地のドリームワールドの近くに位置する。ドリームワールドからは、ランシット運河を渡りと歩約10分。ドンムアン空港からはタクシーで、約10から15分。ありがとうございます。